うわー、見てる見てる、こっち見てますよ。おーちゃんさん、我々敵なんやぞ。ちょっとこれやばいな。これ刺されたら痛いんですよね。刺されないように気をつけないといけませんね。おーいたたた、刺された、刺された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 。ああ、噛まれようとしたら少し刺されてしまいましたね。ちょっと痛いですね。3分間ほどね、ちょっとした痛みが続きますね。まあ、痛みで言ったらね、鼻毛を15本ぐらい一気に抜かれるぐらいの感じですかね、多分。GO! 針出して。針出して。あ、出してる出してる。出してるけど刺さってない。刺さってないよ、姫ちゃん。毒液も出てるけど。ああ、刺さった痛い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 。ああ、刺さった痛い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 。ああ、刺さった痛い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 。ああ、刺さった、痛い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 。ここ今刺されたの分かります？痛い。ああ、やっぱり痛いな、姫ちゃんでも。うん。ここでね、このポイズンリムーバーが活躍するわけですね。痛い。ああ、痛い。ね、すぐには毒が出てきませんので、あ、来てるからな、毒。あ、毒出てるわ。出てる出てる。血も出てるけど。毒も出てますね。この姫ちゃんにね、今刺していただきましたけれども。うん。この姫ちゃんに今刺していただきました。ね。女王様ですよ。美人ちゃんです。ね。ちょっとね、刺していただいちゃった方ね、ご褒美をね、あげないといけないですね。ご協力ありがとうございます。ということでね。こちらのね、ゼリーを。姫ちゃんのケージに入れていきたいと思います。ありがとうね。ありがとうっす。ありがとう。ありがとうね。ツンツン。かわいいね。姫スズメバチは本来めちゃめちゃおとなしい種類なので、ね、今回のようにね、無理やり掴んだりしない限りは絶対に刺してきませんからね、皆さん。とりあえず刺してもらいましょうか。小指ね。左手の小指。さあいけ。危ない危ない危ない。そうだそこだ、やれ。痛え痛え痛え。痛て、とりあえず刺してもらいました。冷やしちゃん、さすがに痛いね。なんだったらね、今刺してもらったんですけど、冷やし長鉢の方がね、あれだね、キヤシちゃんの方がね、スズメバチより痛いですね、なんだったら。うわー、見てる見てる、こっち見てますよ。当たり前や。おーちゃんさん。我々敵なんやぞ。ヒロポン、お前やられたんか、これなんか腫れとるよ。やられました。やばいよ、これ危ない。危ない、本当に黄色スズメバチに一撃やられましたね。やばいな。なんかプーンって飛んでくるな。あ、威嚇飛行してるなと思ったら、威嚇飛行の間もなくブスッとこう。マジか、やばい。おでこをやられましたね。警告なしです。危ない、ね。これは危ないですよ。覚えられたな。これは完全に覚えられましたね。やばいね。ちょっと防護服着てやろうかな。いや、着てやりましょう、これは。危ないよ。危ない、本当に危ない。危ない。マジで。とりあえず昼までこのまま待って、ダメだったら病院行きます。昨日ね、逃げたハチさんたちが巣のあった場所に戻ってきてたので捕獲しました。いわゆる戻り鉢というやつですね。ヒロポンさんがね、戻り鉢に刺されてしまいましたのでね、もう危ないんで、危ないと判断しまして、ね、このように捕獲して氷漬けにいたしました。これね、今氷で冷やされて麻痺してますので、この麻痺してる間にちょっとね、袋にでも入れて、みんなまとめてね、持って帰って、そうだな、昨日取った巣にね、また戻してあげましょう。私がね、持ってますのですよ。みんな見てください、黄色スズメバチを氷漬けですよ。ほら、やばいやばいやばい、いっぱい入ってんの。氷抜くわ。コンビニのね、氷が入ってる袋にすべて移しました。見てください、クオレ、ほら、いっぱいおる。うわー、ちょっとえぐい光景ですね。これでね、このまんま、このね、ロックアイスの袋に詰めて、クーラーボックスで冷やして持って帰ります。ヒロポンさん、危ないっすね、戻り鉢。危ないですね。大丈夫、本当に。いやー、ちょっと痛いですけど、まあ腫れも引いてきましたし、もう大丈夫ですね。マジか。はい、お前引いとるわ、うちさんけど。あ、引いとる、マジで。腫れも引いてきたんで。すごい、毒が少なかったんだ、幸いにして。毒も全然少なかったですし、
余裕でしょこんな。まあヒロポンさんはね蜂毒アレルギーないっていうことなんで、まあいいっすけど、抗体検査してない人は刺されたら病院に行ってください絶対に、はい、いやしてる人も病院に行ってください、ヒロポンも行った方がいいよいや僕は大丈夫ですね、まあ、やばそうだったら病院行きだ、まあ、やばそうだったら行きますいや危ないなヒロポン、これ命がけやな命がけですね、熱中症も命がけ、やっぱスズメバチも危ないね、スズメバチもまあ熱中症ほどじゃないですけど危ないです、ね、危ないね、たまには刺されるんやねいや初めて刺されましたよいやでも今回は本当にいい勝負ができたと思うんで、おーちゃんさんのおかげです、やりました、いえいえ、ありがとうございます、ヒロポンありがとう、ありがとう、俺たち勝ったんだよ、黄色スズメバチの巣に完全勝利、勝ったぜ、勝ちました、やった、受け取りもできたし、そうもう完全勝利だ、完全勝利ですね、ありがとう、ありがとうございます、それでは私はヒーロー業の方に、マジで病院行けよやばいと思ったら病院行けよ、やばいと思ったら行きます、とりあえずヒーロー業の方に行きます、お疲れ様です、いや大変やったな、いや大変でしたね、もう指刺されるし痛いし痛いし、指刺されたんですよ僕、また刺されたな、また2回目ですよ、もう油断しきっていうからもうこういうことになるんですけれども、油断大敵や、最後まで気が抜けない、最後の最後で刺されたな本当ですよ、袋に閉じ込めてもう安心だ、もう大丈夫だろうと思って、その袋を持ってあの車にその袋入れたら、入れた時になんか激痛が走って、指が痛くてしょうがないんですよ、そういう時に限ってくるんやなですね、まあ車の中で発見されなくてよかったですよ、まあね漏れてたんですね、袋から、袋から蜂が黄色が漏れてて、ちょっと漏れとったな、やばかったな、やばかったですね、あれ気づかずにそのまま車に乗り込んでたら大変なことになってました、もうしょうがないから、もう袋をもう1枚かぶせてもう2枚か、もう2枚かぶせて三重にして、カンカンにしまったから大丈夫でしょう、もうあ地獄のような、そしてその後ね、あの森田一郎くん森田一郎君、神と呼ばれた男、平成の勝海舟こと 森田一郎君から連絡があってオオスズメバチの巣、君が取った横にもう一個あったよどういうことなんだそれはすごいな、そんな近距離に2個も作るんですね、なあ、おそらく同じ巣からかな、多分出た姉妹の女王が作ったねのものと思いますよ多分、うん、いやでもそんな近く、そんなね近くに隣接してあって喧嘩にならんのかな、普通なりそうですけどね、ああ、いやでも存続してたってことはまあうまいことやってたんでしょうね、ああ多分すごいな、でもうそっちはもう俺が、いけないからっていうことで重機でぶっ潰されてしまってるんですけれども、 あもったいないね、もったいないですね、クオレになったはずだったわね、ねクオレに、いやもったいない、重機でぶっ潰して遠距離から、ま、ハチアブマグナムジェットを吹きかけるというなんとも品のないやり方で、荒技やな、荒技ですね、超荒技で、ああいやもうダブルショックですよ刺される、そしてオオスズメバチの巣を1個発見してたのに取り逃すというすごいなそんな報告やったんや神からは、神から先ほど電話があってそんな報告がありました、ね、神からのお告げやな、神のお告げショックすぎるんだけど、ショックなお告げやなちょっともう皆さん、これを見てる皆さんでオオスズメバチの巣があったら、オオスズメバチの巣イコールこれですから、そうこれがこれ、これがこれ、ね、これが転がってたらこれですので、ぜひ情報ください、オオスズメバチの巣っていうのは地面とかにあってですね、うん、あ、お蕎麦が来ましたね、あら、いや飯が来ましたね、そばっすよ、うまそうなそばが、うまそうなそばが、おいしそうなおそばが出てきましたね、そばが来ましたね、こっちはラーメンですね、わさびがたっぷりある、あ素晴らしいな、わさび多めで、もう素晴らしさしかない、わさびスト、おーちゃんさんに、お腹すいたからもう早速いただきましょう、こっちの漬物を今いただいてたんですけど、美味しいなこれ、なんかからし塗ってあるのかな、からし塗ってありますね、からし漬けですね、からしの味がするな、いやもうね、僕のね知り合いの店にね、あの無理を言ってね、もう営業時間外だったんですけど、先ほど我々あの黄色スズメバチの巣を取ってきまして、ね、無理を言って細くなっちゃったの、そうなんですよ ね開けてもらっちゃったんですね、親切で開けていただいたんですよ、ありがたい、わさびも大盛りにしてくれるし、そうそう、いや素晴らしいね、素晴らしいですね、大根おろしのつゆにつゆに入れちゃえ、ドバッと、うまい、海苔もちょっとまぶして、いや
ああそうか、オオスズメバチの巣もう一個あったのか。ショックやな。ショックすぎますよ。よかった、まだ名古屋行かへんの誘いの方がよかったら。そうですね、神に名古屋誘われてたんですけど、謎なお誘い。名古屋でエッチなお店行かないって神に誘われて、俺が行くわけねえだろっていうような話はしてたんですけどね。そっちよりもショックでしたね。ああ。まあ神はそういうお年頃なんやな。神はそういう男ですからね。いや人間のメスより最近なんかスズメバチのメスの方が興奮しますね。マジでやばい、変態だな、ヒロポ変態。いやもう完全変態やな。完全変態、完全変態ではないですよ、幼虫もサナギもならないんで。あ、いやいやいや、うん、完全変態ではなく完全に変態。うん、に足を突っ込んでますね。なんか完全変態。間違いではない。ああ疲れましたね。うん。